飲んで痩せるリンゴ酢レシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢レシピで痩せることができるのかというその理由、痩せるポイントについてお伝えしていきますね。3つあります。1つ目です。腸内環境が整うからなんですよ。これすっごく大事です。痩せるためにはもう大前提として、まずはあなたの腸内環境を整えてあげることが大切になります。ここを無視して痩せようってね、これ無理なんです。なぜかというと、根本的に痩せ体質になっていないのに、どんなに頑張ってもね、痩せることってできないんですね。逆に言えば、あなたの腸内環境がしっかり整った、この状態でしたらあなたは自然と痩せ体質へと生まれ変わることがねできるんですよ。なので今までいろんなダイエットをやってきたと、もういろんなこと試したけれども、その時だけやっぱり元に戻っちゃったっていう方はですね、腸内環境が乱れているからなんですよね。どうすればよいのかというと、腸内に住み着いているその腸内細菌たちのバランスを整えてあげる食事をすることがポイントになってくるんですよね。その時にこのリンゴ酢が大活躍するわけです。そのダイエット効果は後ほどお伝えしていきますね。では2つ目です。リンゴ酢を使ったレシピはですね、代謝がアップします。いかがですか。私たち、まあ、私もそうですけれども、年齢を重ねると同時にですね、どん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 代謝ってもあっという間に落ちていく、悲しいですけどね。なのでもちろん筋肉をつけて運動してですね、代謝を上げていこうとか、いろいろやり方ありますよね。ただ一番代謝を上げるのですね、その割合が大きいのは何だと思いますか。運動も大事ですけれども、実は内臓、臓器を元気にしてあげることが一番代謝が上がるんですよね。そこでやはり太るものを召し上がっている方っていうのは、結局内臓に蓋をかけている食べ物ですからね、どんどん代謝が落ちる、もう負のスパイラルですよね。年齢でも下がる、食べ物でも下がるみたいなね、もうこれでもかっていう状況を作らないことです。そのためにこのリンゴ酢を飲むことで代謝を上げていくことができるんですね。そして3番目です。弱アルカリ性に体質を戻すことができるというのをすごくここねポイントなんですよ。リンゴ酢って酸性ですよね。でこのリンゴ酢を体内に入れることで、酸性にその傾いてしまった、例えば甘い食べ物とか脂っこい食べ物とか、まあ、お菓子とかね、ポテチとか、ああいった類のものですよね。ああいったものを召し上がってらっしゃる方っていうのは、お体の中が酸性に傾いているんですよね。その酸性のままですと内臓たちがね元気に動いてくれないんですよ、まあ、そもそも病気もします。そこをグッと、その逆、弱アルカリ性に戻してくれる効果があるのがこのリンゴ酢になります。でこの体の中が弱アルカリ性を保っている状態っていうのが、一番私たちは体が本来持っている機能を発揮できる状態になりますから、ここをしっかりと取り戻していく。酸性に傾いたな、あの大なり小なり食事をすれば酸性に傾きます。そこをしっかりとさっとこのリンゴ酢を取ることで弱アルカリ性に戻すことができるんです。それでは2つ目の項目です。何をということで、今回あなたにご準備しているこのリンゴ酢のレシピの材料が持つそれぞれのダイエット効果について詳しくお伝えしていきますね。まずベースリンゴ酢です。脂肪燃焼効果があります。そして基礎代謝がアップして、結果脂肪がつきにくくなって、あなたは痩せ体質へとなれるということ。そしてまた太る原因、糖質ですよね。糖質を取ると一気に血糖値がバッと急上昇しますよね。その間に脂肪がどんどん溜め込んでいくわけです。ここをぐっと抑えてくれるとしたらいかがですか。脂肪を溜め込む率が減るわけですから、痩せることができる、まあ、その血糖値を抑える効果がリンゴ酢にはあるんです。そしてなぜそのリンゴ酢なのかっていうその理由ですよね。
だって先生ってお酢っていっぱいあるじゃないですか、例えば黒酢とか玄米酢とか、あの他のお酢じゃダメなんですかっていうご質問も非常に多いんですね。でもちろんね、悪くないんですよ。もうお酢自体が痩せ効果が高いので、もちろんリンゴ酢と共通したダイエット効果なんですが、ダイエットというね、このキーワードに対して一番やはり効果があるのはリンゴ酢です。なぜかというと、この酢酸の働きが一番強いのがリンゴ酢だからなんです。で、この酢酸の働きがどんないいことをしてくれるかと言いますと、冒頭でお伝えしました通り、あなたの腸内環境を整えてくれる効果が高いんですよね。腸をね、元気にしてくれるんです。すごく働きがね、良くなってくれる。そうすることで痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが増えて元気になって、いつまでもあなたの腸にもういつまでもここに住みたいって言ってもらえるような環境を作るベストなお酢がリンゴ酢なわけですよね。で、また満腹感も得やすいので、あなたのその暴走してしまう、例えばこう生理前も先生食欲があってね、よくご相談クライアントの方から受けるんですけれども、そうですよねって、もう生理前はホルモンの関係でも食欲止まりませんよね、その時にリンゴ酢飲んでみましょうねって、あのアドバイスするんですけれども、食欲を抑える効果もある、そしてむくみの改善効果もあります。カリウムが入ってますからね。なので、しっかりと見た目もキュッとね、締めていきましょうということで、リンゴ酢がおすすめです。はい、そして次の材料はリンゴです。リンゴ酢にリンゴを使います。楽しみにされててくださいね。この動画の最後でレシピ作り方をお伝えしていきます。で、まずリンゴもこれ痩せる効果が高い果物になるんですよね。あの余談ですけれども、リンゴはですね、お体を温めてくれる果物、まあ、数少ないね、あの温め効果のある果物なんですよ。大体の果物ってね、お体冷やしちゃうんですよね。特に南国で取れるようなフルーツ、パイナップルとかバナナとか、ああいったこう南国系のフルーツって体冷やすんですね。そうすると腸が冷えますから、やっぱり代謝が落ちてしまうんですよね。なので、ちょっと食べる量とかね、やっぱりその質すごく大事。ところがこのリンゴというのは、お体を温めてくれますから、安心して召し上がっていただける果物の一つということになります。で、このリンゴがすごいのは、脂肪の蓄積を抑える効果があるポリフェノールがとっても含まれています。そしてまた、食物繊維がたっぷり入ってますから、便秘改善にもなりますし、むくみの改善効果もあるし、何よりもそのお体を温めてくれるというその貴重なね、果物になりますから、ぜひこのリンゴのダイエット効果も味方につけていきましょう。はい、そして最後の材料は蜂蜜です。よく あるレシピはね、氷砂糖とかですね、お砂糖を使ったレシピ多いんですけれども、それはやはり残念ながら太りますし、お体にとっても良くないです。病気になります。なので、私は甘みをつけたいなっていう時は天然の 100% の蜂蜜であったり、蜂蜜がない時はメープルシロップでもいいです。そういったこう天然の素材でできた甘味料を使っていただきたいなと思います。人工甘味料ももちろんお勧めいたしません。なので、蜂蜜は実はね、脂肪燃焼効果があるんですよ。ただし、カロリーはやっぱり高めなので、少量ですよね、適量がおすすめです。そして腸内環境を整えてくれる材料となるオリゴ糖やグルコン酸も入ってます。そしてポリフェノールも含まれていますから、ここでますます脂肪燃焼効果もゲットっていうね、ことができるんですよね。そして栄養価が高い、もうこれととても大事ですよ。太ってらっしゃる方っていうのは、その腸がもう疲弊してしまって、まあ要は疲れ切ってしまって働いてくれてないんですよね。そうすると、食べても食べても栄養が消化、その吸収できない。そうなるとホルモンが作れない。そうなると体重をコントロールすることができなくなったり、味覚がおかしくなったり、ますます太るっていう、その悪い道へとね、こう引きずり込まれてしまいますから、とにかくね、いかに栄養がきちんと取れているかどうか、その結果腸に負担をかけずにしっかりとですね、消化吸収できる状況を作ることができるかっていうのを心にですね、しっかりと留めていただいて取り組んでいただければなと思います。では、お待たせいたしました。最後の項目3つ目です。どのようにということで、今回あなたにお伝えするレシピの材料、作り方、そして実演でどのように作ればよいのかっていう、その動画をご準備しております。で、最後、痩せるおすすめの飲み方
量とかタイミングもお伝えしてまいりますのでお楽しみに。ではまず今回あなたにご準備したのはリンゴのサワードリンクになります。これは原液ですからこのままストレートに飲むものではないので気をつけてくださいね。まずリンゴ酢が 250ml ご準備ください。でこのリンゴ酢も痩せるリンゴ酢を選んでくださいね。それはどんなものかと言いますと、原材料名を見ていただいて、まずはリンゴ果汁 100% のみ、もうたった一つでできているものであればまずは安心ですからよろしくお願いいたします。そして蜂蜜もそうです。添加物が入っていないピュア 100% ハニーですね。そういった蜂蜜を選びましょう。大さじ3杯。そしてリンゴもできれば無農薬のリンゴですよね。きれいにその皮の農薬が気になる方は50度のお湯で洗うとそういった農薬が取れやすいので、しっかり50度洗いで皮もきれいにしていただくと良いと思います。そしてあとは天然水ですね。1杯あたりを目安に 200ml ご準備ください。ではここから作り方に入ります。1つ目です。保存容器、できれば瓶状でしっかりとピシャッとね蓋ができるようなものを選びましょう。で煮沸消毒していただくとさらに良いです。でその保存容器にリンゴ酢、蜂蜜、カットしたリンゴを入れてください。そしてそのまま半日ほど常温で置いた後に冷蔵庫へ移します。では2つ目です。でそのままですね、すぐ飲めないですね。1日1回ちょっとこう容器を振っていただいてよく混ぜていきます。その過程をですね、約1週間ほど続けます。毎日1回混ぜてあげる。そして1週間経ったら完成です。でその出来上がった原液は3つ目、天然水とその原液大さじ1杯を入れて出来上がりということになります。ではここから私が実際作っている様子、動画実演作っておりますのでご覧くださいね。どうぞ。ではここから最後に痩せる飲み方ポイントについてお伝えしていきます。こちらですね、まずおすすめは常温かやはりホットお湯を使って作っていただきたいと思います。ここに例えばこう冷蔵庫で冷えたこうキンキンの冷たい天然水ですとかキンキンに冷えた炭酸水で割ってガブガブ飲んでしまわれると腸が冷えてしまって太ってしまいます。なのでおすすめは常温かホットでお願いしたいと思います。そしていくらですね痩せる効果が高いリンゴ酢サワードリンクといえども飲みすぎてしまっては逆効果なので、
もう最低でも、まあ、大さじ1か2杯まで、まあ、コップ 1、2 杯程度で抑えていただいても十分効果が出ますから、この量で毎日続けていただきたいと思います。でまた注意なんですけれども、特にこう胃がお弱い方とか、よくこう胸焼けしてしまうとかね、体調がちょっと優れない方っていうのが、いきなり空腹時にこのリンゴ酢を飲んでしまいますと、胃をその荒らしてしまったりですね、胸焼けがひどくなってお気分がこう悪くなってしまう可能性があるので、そういった方は食前とか空腹に飲まずに食事中に飲んでください。で胃がね、大丈夫な方、健康な方は食前飲むのがおすすめです。そしてまたこのリンゴ酢を飲んだ食直後にですね、すぐに歯磨きをしない方がいいです。やはり酸性の強い飲み物なので、ちょっとね、歯の表面の、まあ、エナメル質とかそういったのが傷つきやすくなっている時にガシガシとか磨いてしまうと歯を痛める原因になってしまいますから、だいたい食後、まあ、30分後ぐらいには歯を磨かれると良いと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回は痩せる効果の高いリンゴ酢を使ったリンゴ酢サワードリンクをお伝えしました。でまたこのドリンクプラス、私が別動画でお伝えしております腸活メニューですね、腸内環境を整える痩せ菌たちが喜ぶいろんなレシピもご紹介していますから、そういったお食事とセットでぜひ召し上がってみてくださいね。必ずお体喜んでくれますよ。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。